はい、どうも、さきです。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それではですね、今回も認知症に関する情報を医療関係者のあなた、もしくはご家族さんのあなたにですね、分かりやすくお伝えしようと思っております。はい、今どこにいるか分かりますか？あのね、うちの、まあ、ラプレという会社ではね、僕は結構認知症をね、主に認知症の事業を、主に担当させてもらっております。お店のね、院とかで、治療を実際に患者さんをね、してたりするんですけども、今日はね、見てください、畑に来ておりますね。ラプレではね、農業もねやってるんですね。はい、初めて来ました、ラプレ農園。はい、実際に作業してくれてます北風さんですね。こんにちは。はい、こんにちは。もうね、なんかね、広さとかね、ある程度これぐらいやでっていう風なのね、聞いてたんですけどね、実際来てみて思ったのは、めちゃめちゃ広いです。これ見えますか？この、この端っこからね、この端っこからあそこ、美濃浦さんもいますわ。美濃浦さんのおるマダム湖、はい、美濃浦さん、あれ高松さんかな、高松さんのおるマダム湖までがうちの畑ということで、広いですね。はい、ここでね、いろいろ野菜を育ててるということで、何育て、結構葉物が多いようですね。白菜やったり、こうサニーレタスとか、はい、ほうれん草もあるって言ってたかな。葉物野菜がね、とても多いということで、すごいです。はい、やっぱりね、完全無農薬でね、はい、うちはバランス農法というね、言ったら、認知症をね、こう改善させるための、ちょっと特殊な、農法で、栽培してるというか、作ってる野菜ということなんで、もうね、前からこう育ててもらったね、ゴミ園長、うんこいますけど、育ててもらった野菜とかをね、食べさせてもらったりはしたんですけどね、めちゃめちゃうまいですね。何がいいってね、バランス農法っていうのもあるんですけど、やっぱり無農薬で作ってるんで、完全に。はい。もうね、皮ごといけるっていうのがね、僕の中でも一番のお気に入りですね。知ってる方もおると思うんですけど、僕はね、なんせ料理をしないんでね、しないんじゃないな、料理が苦手なんですよ。できない。で、できるならばですね、ちょっと手間をあんまりかけたくないと。はい、いう、ちょっとね、僕はね、そういうね、めんどくさがりな性格なんですけれどもね、やっぱりね、野菜のね、皮もね、できればそのまま食べたいな、なんていうふうに、前々から思ってたんですね。でもね、よく言われるのが、皮とかにはね、農薬とかがもう、めちゃめちゃついてるから、普通にスーパーで買ったらね。だからね、皮は剥かなあかんとかね。はい。でもね、テレビとかね、よく言われるのはね、こう、皮ごと食べた方がね、栄養価が高いとかっていうふうに言われてるにもかかわらずね、そういうなんか農薬があるから結局剥かなあかんっていう、なんか変なね、矛盾というか、そんなね、ちょっと感じが、あったりするんですけど、やっぱりね、こう完全無農薬でね、食べるっていうのはすごいなというふうに思います。はい、何が衝撃やったかな、大根やったかな、大根とね、ほうれん草ね、えぐみがないんですよね。はい、もうほうれん草はちょっとあれか、大根とかね、皮ごと食べたりとかね、すりおろしてね、大根おろしにして食べたりとかして、めちゃめちゃ苦いじゃないですか、えぐみがあるんですけど、ここのね、大根はね、全然うまいという。はい。この間いただいたんですけどね。またね、ぜひ作ってほしいななんていうふうに思うんですが、あなたもですね、野菜ね。はい。こだわってるって方最近増えてると思うんですけれども、どこでね、そういった野菜を手に入れたいか、迷ってるという方はね、もうちょっとしたら、もしかしたら、ちょっとね、皆さんのお家にも届けられるぐらいの野菜が、ゴミ園長と先ほどの北風さんがね、作ってくれるのかななんていうふうに思ってるんで、はい。これだけ言ったら他力本願みたいになってますけれども、こうご期待、楽しみにしててくださいということですね。はい、向こうでみんな集まっておりますね。僕もちょっとそろそろ行ってまいりますということで、今日の内容は以上ですね。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。さよなら。